で、まあ、だから井筒先生がその東洋の思想を研究しながら見出したのは、そのなんか単一性、要するにみんな私が私であるということも言ってるけど、同時に自他不二ということも不二ということも言ってる。でそこが2つあって、初めて人間的にちゃんとするんだっていうんですけど、欧米にはそういう考えはないんです。自しかない、ね、で自っていうのは重要だけど、考えてみればみんな移ろってなくなっちゃう。でも自他不二っていうのは結局全然移ろいもしなきゃ、ちゃんとそれで結局世界全体を見る目ができていくんで、大切なことはそういう2番目の目を持っている文明か、そう持ってない文明か、その違いが大変違いで、そこのところを見出したのが井筒さんの東洋思想の枠組みを、そのね、要するに基本形を理解するに非常に重要なことであって、それがまあ私たちが結局井筒先生がいろいろ仕事をやってきました。そのなんかこのインドとか中国とか、それからねユダヤ教の方までも全部伸ばしていろいろ研究されてますけど、意識と本質って本を書いてるんですけど、そこに込められているのはそういう2つの目を持つっていうことの意味、これが文明的にやはり欧米にはなくて東洋にはある。そういう点ではイスラムも仏教もみんな同じだ、そこのところを見出したっていうところは井筒さんのすごいところで。